か先輩が相手とやっぱり力出し切れない感じがしませんか。そうですね、やっぱりあの出るときはすごいいいんですけど、そばとかのキレがあって、顔面とか決まるんですけど、途中で試合やってても分かんなくなっちゃう場合があるでしょう。そうですね、ちょっとあのパーって切れちゃったっていうか、はいはい、そういうのが結構多いみたいですよ。試合帰ってきても、はい、控室でいつも分かんないとか泣いてます。あなんかよく覚えてないみたいね、試合のこといつも、はい、結構重症室になるのが多いみたいです。ああなるほどね。でもまたそれは技食らいすぎって言うんじゃないですかね。それは頭の打ちすぎかも。でもわけわかんなくなって爆発するのはまた魅力というか魅力なんですけどね。トヨタと井上教授ぐらいにね、目立とう精神があると、かえってもう頭が下がるっていう、こっちが、本当に。うん、もう。トヨタ選手なんか、向こうの方が全然後輩でしょ、はい、だけど、この人たちの目立とう精神っていうのはすごいなっていうふうに思いませんか。そうですね。目立とう精神っていうか、それがやる気って言ってもいいし。今一番目立とう。今のタイガーマスクですか、はいはいはい、やっぱりね、他の方の団体とか大好きなところですよ、よく見てるって気がする。いや、何でもできちゃうんですよね、またね。やってみようかなって言ったらできちゃうんですよね。そうかも。アダムの場合は。でも結構アダムの男子は好きですよ。男子プロですね。テレビ見て。あ、これもいい、これもいいって。何しろ、自分の試合がなかったら、もうライブ会場に試合見に行きたいと言ってますからね。そう。どの団体でもいいから行きたいと言ってるから。いつも変装してくるみたいですよ。帽子かぶってメガネかけて。5分経過。またロメラス、こういうロメラスペシャルの入り方をしたとしても、足の入れ方っていうんですか、全然変えてるでしょ、みんなと。この長谷川と石田なんですけど、もうこの2人は本当になんか好感度ナンバーワン決定戦とか、そういうのなんか雰囲気ありますね。男のファンとしては、吉田なんか見てて、やっぱ応援したくなってくる、見てるだけで。同じようなムードが長谷川にもあるでしょう。だから、本当好感度ナンバーワン決定戦とか、今度ジャパングランプリで当たるみたいですけど、なんか本当に石田もうちの何かなんか。スターと言われているグループに入っちゃったんですね。しっかり仲間にしましたね。体操がどうだとか言ってもそんなに器用な方とは見えないんですけどね。これはちょっと変形の漫字ですね。ちょっと違いますね、入り方が。メキシコでマスターしたみたいですけど、なんか腕が入ってて面白い、変形ですね。なんか、強化って入ってくると自分の好きな方をなんか体勢に持っていっちゃうでしょ、すぐにこれやろう、あれやろうっていつも考えてて自由自在って感じですね。でも自分の好きな方向に必ず持ってきていい。試合時間10分経過。あっという間に試合時間は10分を過ぎています。タッグリルダレスト94公式戦、共に第1戦、なんとか勝ち点が欲しいところであります。島田選手が今右膝気にしてたのはやっぱ膝痛い、サポーターしてますね、その下にも黒いのね、はい、そんなこと言ったら今高子選手の持たれてるのがテーピングもしてるし、いいブレスしてる、もうグラグラでもうどうしようもないっていう、そのぐらいですか、はい。共に膝に爆弾を抱えるこの井上貴子と下田美奈。しかも下田さんは怪我少ないですよね、本当に。そうですね、そういえばね。もう
見た選手も意外と少ないですよね。そのリングの上で見るよりも、うん、あの普通の時そばで見た方が下田選手って結構 でかいんですよ。そう、うん、細く見えるじゃないですか、はい、リングの上で、はい、もう何か声を失ってしまいましたけれども、うん、なんとも女子プロレス的な感じがため、うわなんて嫌味なことを聞くんでしょうか。しゃがみ方がすごい。ヤンキー運転通りですからね。でもあの人らしくていいんじゃないですか。なんとも憎たらしい。今しゃがみ方でしょ。あれされてましたね。もうなんか青コーナーで仁王立ちしている今三田を捉えましたけども、カラメラもうなんか怒りに煮えくり返ったような表情でした。高子と下田であります。おっと宝にか仕掛けようというのか、うわーカーブキックだ。下田の表情をね見る限りではもう逆襟技もどうでした。この高子とトータのタッグっては何か台風の目になりますね、やっぱりね。これでも素晴らしい試合なんだけど、両チームともそんなに決めてはないですよ今のところ。なるほど、差というか、うん、特徴というか、はい、というかあれですね、お客さんから見て魅力あるチームですよね、高子とトヨタっていうのは。そうですね、今までなんかそんなにタッグ組まなかったっていうのは不思議なぐらい、不思議なぐらいですよね、うん、本当にね。今回そういうチーム多いんですよ、あの山田堀田組とかね、うんうん、もうバランスいいですから、キッカーというふうに言われてますけれども、もう試合やりたくないでしょ、やっぱり襲撃チームですからね、まだと、あーっと抱え上げて、なんでしょうか、なんでしょうか、エアプレーンスピンか、後ろに落としていった、落とし方がやっぱりいろいろあるから、はい、本当逆エビだ、逆エビ、うわ、すごい、シャチホコを通り越しても、後頭がすごいな、座るより。ね、腰落とすよりもきついでしょこれ。もうあの腰落としたら最高ですね。うわ完全にシャチホコ固め、シャチホコ状態が続いています。まあいくら体の柔らかいというかとはいえ、これはしんどいですよね。15分経過、15分経過、うわーすごい、あーと、あと今度はうわそこにストンピングは下田、何かもう今ストンピングに来るの下田の顔がこう怨念にもう満ち溢れてはね表情してましたけれども、うわすごい、しかも首を絞めていこうという髪の毛を掴んでシビアな攻めであります。ラスカチョーラス現役二冠タッグであります。今度は逆襟、伊藤さん、ここまでの展開どう見ますか。いや、確かに激しいですね。激しいね、はい、うん、なんか当たるのが嫌だな両チームともどっちも、まあでもこの後まだまだもう2波乱ぐらいありそうですけどね。そうですね、どうですか、まだまだトヨタなんか切れそうですしね攻められればまた痛みをこらえてという形になることは間違いないと思いますけども ね、しかしあれだけ大きな怪我をしてね、今もう颯爽とその左膝の怪我を全く忘れているような感じの北斗晶であります。このあたりも今日の試合中大いに注目していただきたいと思います。まずリング上でありますが捕まってしまいましたトヨタマナミ、まあ、あの盛んにこういった攻めをしているんですけども、体が柔らかいトヨタだけにですねどこまで効いてるかね、阿部さん、いつもね結構ね痛そうな顔するんですけどね、はい、どうなんだろうっていうのが本当のことですね。そうそうなんかこういった体の弱い柔らかい選手っていうのは攻めていても一体どの程度効いてるのかどうかね、ちょっとわからないんじゃないですか、アジャコングにしても ね、アジャぐらいの体に体重あれだけ乗せられたら割と痛いはずだった。そうでしょう、ねえ、あーっと、しかも締めるような感じでアジャコング、手応えはどうか、これですもんね、
さあしかしスルリスト、このアザの攻撃をかわしました。ロープに手を伸ばしましたという玉波であります。さあもう一回ロープの反動を使って今度は両方を使います。痛みも柔らかい感じの豊玉波。やはり豊田のこの体の柔らかさっていうのは、まあ、あの天性のものなんでしょうけどもね、格闘技者としては大変大きな武器であります。あの攻めてきてもあんまり効かないのかな。どんなんでしょうね、まあ、体の大きさにもよると思いますけど、やっぱり柔らかいに越したことはないと思いますよ。そうですか。硬いと怪我もしやすいし、そう、ね、スプレックス系も使えないですからね。まあ、そういうのもあの時々サポーターを巻いたりはしてますけども、この人ほどやはり怪我が少ないね第一線の選手はいないんじゃないでしょうか。そうですね、本当に怪我少ないですよ ね、 ね、こういったあの攻められ方をしたんでは普通だったらもうとっくにねギブアップと、そういった感じなんですけども、体の赤い豊玉波悲鳴を上げながらなんとかこらえております。相手が体が柔らかいんで攻めあぐんでいる、そんな感じがいたします。が行く。連続してやってますけどもね。これだって何かあの長谷川先の方がだんだん疲れてくるんじゃないかって気がしますがね、見ててね。柳波に風と受け流している感じもいたします。豊田真波、しかし今度は効いているようであります。悲鳴を上げました。あっという間顔面紅潮してまいりました。豊田真波であります。いやー真っ赤になりました顔面、長い髪の毛がこれを覆っております。さあこれだけ体が柔らかいと攻めていて、果たしてどのぐらいの手応えがあるんでしょうか。長谷川、長谷川の方はね、うちのコンビは私が負けなければ勝つコンビですから、ね、それはそうでしょうね、穴がありますからね、はい、確かに3勝1敗の1敗は長谷川が取られた1敗でしたから、なるほど、ね、かなり本人はね、そうですか、その辺は気にしてましたけれども ね、私がちゃんとすればうちのチームは勝つんです、はい、そういうことらしいですよ。10月の15日に博多でね、堀田そして井上貴文に、1敗を喫しておりますアジャコング、そして長谷川関であります。まああのこういう風な感じで相手を十分に攻めつけておいて、最後のとどめはやはりアジャコングにさせてもらおうと、こういうね、長谷川早紀江の戦法なんでしょう。いい戦まで持って